自分で過去を組み立てて、自分の手順を考えれるようになって、作り込んでいくと。そうすると機械に使われているのではなく機械を使い込むと。でさらに、先の新しい加工法の改善の提案ができるように、なると思うんで、そういったところで機械加工というのは魅力があると思ってます。加工する上ではやはり音の変化、色の違い、まあ、切子の色の違い、出具合の違いね、それと今の仕上がった面の感触、とうとうやはり五感フルに使って、体で覚えたのが技能で、技術というのはそれをさらに習得した上で、新しい、工法とかそのいろんな知識を習得した上でそれを織り込んでいく、こと。今からは技術を次の世代に伝えていくと。でさらに伝えるだけではなくして、それを伝えることのできる人の育成をしないといけないというのがこの阪神の役目だったと思います。